はい。短期決戦です。11月28日、4時43分です。えー、ドル円、ドル円価格1月の予想、100円っていうタイトルで、あの、話をしていきたいと思います。えっ、ー、とね、一応、元となってるのは、えー、テレビで言ってた、 ゴールドが、12月は安値を、ゴールドが12月に安値をつけるっていう話からなんだけど、ゴールドがもし12月に安値をつけた、つけたとして、1月は上がると。12月に安値をつけるとして、1月は上がるということを想定したときに、あの、12月は2、2号上がりやすいわけだ。 ずーっとと上がり続けけると思うわけどこまで上がるかわかんない。で、上がりきったところで終わっちゃって、1月に暴落が起こるわけ。これは毎回のパターンなんだけど。だから、えー、12月にゴールドが下げ続けてうん、安値をつけましたと。そうすると、1月に反動でゴールドが上がるわけ。そうすると、あのー、 ドル円が、通常ならドル円はゴールドと逆相関だから、下がるわけ。円高になるわけ。今、えー、ドル円が、えー、104円だわけ。12月、まあ、もうこれもう最後だから、えー、11月28日だからね。あの、そういうことだなの。 だから、ゴールドが上がって225が下がったら、6 <laughs> 月中にピーポーだってよ。ゴールドが上がって225が下がったら、あのドル円が下がるんじゃないかと。逆相関で。そういうこと。そうすると、1 0 0円のドル円が100円まで下がるんじゃないかっていう。 ことなんですけど、どうでしょうね。予測としてはね。ちょっとこれはあの一応動画にアップロードしますんでよろしくお願いします。